ちょっと面白そうな建物ありますので見てみたいと思います。諸国寺のお寺、南禅寺、妙心寺、建仁寺、東福寺のそれぞれの、臨済宗の本山にの中では最も落ち着いた雰囲気ですね。観光客自体も少ないです。地下鉄の今出川駅からもうすぐというところの、立地条件はいいんですけども、訪れる方は少ないですね。こちらにも毘沙門天、毘沙門堂、毘沙門天が安置されてます。用源院ですね。同じ用源の名前お聞きしたことあるんですが、用源、こちらですね。開祖曇中道坊さんですね。が開祖されて、足利義満、足利義持のに、恩恵を受けているということですね。鎌倉時代に作られた毘沙門天像を安置されて、薬師如来、ご本尊は薬師如来ですね。非常に静かなお寺です。こちら見えてきましたのは経蔵ですね。経蔵、そうですね。天明の大火で焼けてしまって、法堂の跡地に1860年建立された。これ明治時代の建物ですね。新しい建物になってますね。非常にこう安定した綺麗な胸像ですね。こちらも一般の方はこれ以上は入ることができません。素晴らしい建物ですね。こちらがですね、お墓になってるんです。これが後水の天皇の、これですね。後水の天皇の初塚ですね。髪の毛と歯。
初静かですね。ちょっと私初静かっていうのを初めて、聞いたんですが、まあ神と歯、まあ髪の毛と歯というのは、まあ、永遠に残るものらしいので、それを植えられてる、そういう塚ですね。五水の上皇は1653年に焼失した台東を再建されて、その時出家されて、その髪の毛をと、まあ、なぜか歯をその大きな大塔の心柱のところに収められたと。ところが1788年天明の大火で焼失してしまって、その跡地に初静かを、まあ、作られたと。まあ、だからこちらにですね、大きな塔があったんですね。大きな塔があったのを、まあ、もう再建されずに、天明大火は1788年焼けてしまって、それ以降はもう再建されることがなかった。それでまあ塚を作ったということですね。初静かですね。中はそんなに広くはないんですけどね。こっちも五水の天皇の石碑、石碑がありますね。大きな塔があったんですね。それもまあ、それを再建しなかったっていうのも、まあ、称名面の小国寺ならではのそういう方法ですね。まあ照明面だけではなくて、やっぱりちょっとお金もなかったのかもわからないですね。これだけ地域がね、狭くなってしまってるますので、こちら8棟です。大きな下牛が見えてます。1、2、3、3つの下牛ですね。まあ火に焼けないように、火災よけのおまじないの下牛です。こちらは八幡宮になってます。まあ鎮守者になるんですかね。そうですね。創建当時は今出川通りの北にあって、今の御所八幡町はその旧跡という地名に残ってるんですね。御所八幡町という、男山の八幡の八幡から当時までの沿道をことごとくに城のを敷き詰めたといいますと。鎮守者ですね、八幡宮。まあ、あの神さんですので、これ以上ちょっと近づかないようにします。こちら鐘楼なんですけども、これですね、